ございます、2部に参りまして、お客様も装い新たにですね、はい、お客様にそんなことないですね、はい、私たちも装い新たにちょっと着物で粋な感じでお召し替えをしてみました、はい、いかがですかね、はい、虫の声ばかりではありません、月にはウサギさんがいますし、それからまん丸なお月様を見て浮かれてはしゃぐタヌキたちも出てきます。そんな正常寺のタヌキ林という民話を民謡の歌詞の中に見ることができます、ぜひその歌詞で今日はお楽しみいただきたいと思うんですけれども、そこから合わせて正常寺のタヌキ林お話も含めてお聞きいただきます。まずは木更津神宮お願いいたします。